どうも、とあるカーです。本日もやってきました。王将店舗巡り。今回は、岸和田春キラパーク店、やってきました。さーて、どんなお味なんでしょうか。はい、頼みました。いつものチャーハンセットです。見た感じは、結構良さそうですね。しかも湯気も立っていて、熱々と確認できます。全体図はこんな感じです。はい、餃子チェックしていきます。 焼き加減は結構良さそうですね。さて、食べていきます。パリッとしています。しかも、中身も熱々です。合格です。しかも結構美味しいです。ニンニク効いてる感じします。さて、岸和田春樹ラパーク店。えー、まあ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 でした。詳細はちょっとまた話したいと思います。はい、それではね、えー、餃子の王将、えー、岸和田ラパーク店。 今日はね珍しく車じゃなくても一旦家に帰ってきてます。これもらったジャグラーです。実機とほぼ一緒です。ほぼってか一緒か。なんですけど点数はですね60点ということでちょっと低いと。なんで低いかと。餃子などのサイド系は。 合格点なんですけど、えー、チャーハンが、ちょっと僕、ダメでしたね。えー、美味しくないという評価を下しました。えー、何がダメだったか。えー、まず、これ初めてなんですけど、ご飯が硬すぎて、えー、なんか、パラパラ、パラパラではなくて、なんか、ひっついてるけどご飯が硬い。なんかあの、水少なすぎたご飯みたいなのあるじゃないですか。あんな感じっすね。 ご飯が固いでかといってパラパラしてるんじゃなくてちょっとなんかひっついてるみたいな感じでかつチャーハンの味が薄い、えー、全くしないってわけじゃないんで、えー、まあひどくはないんですけどまあおしいチャーハンに比べたらちょっとかなって感じがしましたね。 で、チャーハンで結構メインどころなんで、それで40、四、え、十、ー、点っていうか、まあ、ほぼほぼ点数引かせていただきましたね。えー、それ以外の、えー、卵の入り付けだった、卵の入り付けはまあ、えー、めちゃめちゃ美味しいってわけじゃないです。あの、卵がちょっとふわっとはしてなかったですけど、まあ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 、全然味付けなのは普通でした。で、餃子は美味しかったです。普通に美味しかったです。まあまあ、看板メニューの餃子が美味しいんで、まあまあまあ、 別に来ても損はないかなって感じですけどうわめちゃめちゃうまいっていう店舗かと言われればまあ標準的なお店かなっていうあのまあまあ満たしてるっていう感じですかねそんな感じでしたかねえまあ餃子ねなんか餃子は結構あったかくてパリッとしててで唐揚げもなんかむくいし味もしっかりあのつけられていましたしパリッパリってかカリッかカリッてしてて 美味しかったですで卵の入り付けは卵はふわっとはしてなかったですけど味付けはしっかりしていてまあまあまあ本あったかかったんでそこは良かったですねまああの基本的なあったかいだとか提供時間等は別に問題はなかったですただやっぱちょっとチャーハンがね僕チャーハン好きなんでね結構チャーハンが美味しくな,ないってなったらちょっとショックショックショックっていうかショックそんなまずいってわけじゃなかったんですけどちょっとなんか 他がいいだけにちょっとなんか、おおって感じでしたね。まあまあまあ、でも、あのー、全然、まずいまではいかないです。はい。このお店もまあ、だから、普通の、まあ合格が50点だとしたら、まあ別に他がいいんで、まあプラス10点ぐらいで、まあなんでチャーハンで40点も引くんだよって感じだとは思うんですけど、ちょっと引かせてください。僕、チャーハン好きなんで、そんな感じですかね。まあ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 、あのー、今回、まあ、外れってわけじゃなかったんで、良かったです。 えまた次もね、えー、美いしい美いしい王将を目指して巡っていきたいと思いますそれでは本日は家からでしたそれではまた王将を巡っていきますさよなら